着いたぞ。気に入ったか？ここは市街地からだいぶ離れてる。ここにあるのは星と月、そして波と珊瑚礁だけだ。誰にも邪魔されないし、危険もない。まあ、もしお前がロカロスチャイルドを危険人物だと思っているのなら、話は別だがな。お前の想像力には正直いつも驚かされるよ。さすがは未来の芸術家だな。でも今は俺だけの絵描きさんだ。な、いつも思ってるんだが、やっぱりさすがに勝手な考えだった。どうして俺が突然お前を誘ったのか知りたいか？実はある夢を見たんだ。それで砂浜と海が見たくなった。なかなか面白くて妙にリアルな夢だったよ。話すとかなり長くなりそうだが、分かった、少しだけ話そう。夢の中でお前は可愛い魔女になっていた。そして魔女は砂漠を救い、砂漠の王様と結婚したんだ。ちなみに王様というのは俺だ。どうして分かったんだ？俺が内容を変えたって。もしかしてお前も同じ夢の中にいたとか？本当不思議だな。でもすごくロマンチックだ。俺が何を考えてるのかって？あの一瞬でいろんなことを考えたよ。ああ、本当さ。過去を思い出し、未来を想像した。俺の人生は決して平凡じゃない。むしろ起伏の激しい人生だと思う。でも、今まで生きてきて、こんな時間を過ごしたのは初めてだ。お前を抱きしめたまま砂浜に倒れ込み、柔らかい砂に沈み込むような感覚。月が消え、星が流れ、そしてお前が降ってきた。まだ動くな。もう少しこうして抱きしめていたい。いいだろう。